どうも皆さんこんにちは、アセシンです。風邪ひきましたねー。ということでチームスマッチやっていきたいと思います。使っていくカスタムはこちら、ベスパーに拡張マシンとグリップとロングバレル、ランチャーにセミテックス。使っていくパークは第6巻早技タグティクラマスクのカスタムでやっていきたいと思うんでお願いします。あのね、風邪ひきましたね。普通にあの2015年最後に普通に風邪ひきましたね。やばいですね。睡眠時間がねちょっとね最近あまりね寝ることができていたので、ちょっとそこら辺から来たんじゃないかなという感じなんですけど、まあ寝たら治りますよ。はい、ということであったかくします。第6巻ビンビン反応してますけども、いますね。カットしていく。でね、今回もあの動画のサムネイルとかねタイトルとか見てもらったら分かると思うんですけども、プレステージ8周目に到達したという報告動画でございます。そこで味方がやられていく。敵はそこら辺にいそうですね。ん、カドいるかな。まさかいるいる、本当にまさかいないかなと思ったら本当にいたよ。びっくりしたわ本当に。でね、前回のね手元動画でも一応ねそのプレステージ8周目にね到達してるということはもうネタバレしちゃってるんですけども、今までね自分はそのプレステージの階級を回すごとにね何周目に到達しましたというね報告動画を実況動画をね通して、上げていたので、そういう動画を作っていたのでね、ちゃんと8周目に到達した動画もね上げたいなということで、今回ね夜中に撮ってますね。今チラッと敵さんが見えましたね。さあ後ろに行ってますね。やっぱりいますね。カットしていく。ダブルキルー、元気もりもり。おっといましたね。どこ行こうというのかね。うえおいおい、まさかの門松、びっくりした。敵さんの動き、よくあんなところスポット逃げましたね。あんなスペースあるんだな、初めて知ったかもしれない。さあ、UAV 出して。ちょっとね、全然熱とかはないんですけど、味方すんげえカクカクして大丈夫か。あのね、喉がね、ちょっとよろしくないんですよね。声がちょっとね、いつもの声に、なんか声がすぐ枯れちゃうみたいな感じなんですけども、まあまあね、頑張ってやっていきます。ふわふわふわ。上に上にいる。ナイスカット。いいですね。なので今回ね、ちょっとね、落ち着いてゆっくりとやっていこうと思います。ゆっくりとやっていこうと思いますとか言いつつめっちゃ喋ってるけどね。やっぱ喋っちゃうよね。うん、実況撮っちゃったらね。撮っちゃうとね。さあそこにいますね。カットしていくね。ヘルストーム、ヘルストライクも出ちゃうね。味方行くぞ。さあ、いっぱいいる。カットしていく。ベスパーの火力、見せつけていく。さあ、左にいる敵はカットして味方やられて。ナイスカバー、熱いね。2015年最後もパフパフパフっと出していく。味方屈伸していく。こんにちは皆さん。リスナーさんですかね。こんばんはなんですけどね、今撮影してる時刻は夜中なんですけど、まあ夜中っていうほど、まあ12時ちょい過ぎなんですけどね。はい、やっていきます。さあ行こうか。まあもうすぐ1時か。もう早く寝ないとダメですね。本当に最近寝る時間がねちょっとないので、まあ寝たら治ると思うんですけど、おーい、いるよそこ。でね、今回スペシャリストはね、アナヤレーダー、アナヤレーダーって言ってるんですけどもね、なんでこのアナヤレーダーって言ってるかというと、あのね、アナヤレーターのキャラクターのかっこいいボディが出たんですよこの前。なのでね、そのボディを見せつけていきたいなということで、危な。見せつけていきますよ。ウィーナーズあのサークルにね入ったら見せつけれるかなと思ってるんですけど、勝ちたいなとりあえず。とりあえず勝って、あのね、上位3、トップ3に入れたら、うわーお、トップ3に入れたらね、映ることができるんで、とりあえずね、トップ3を狙って、プレイしていこうかなと思いますよ。敵 UAV ですね。さあ、落としますよ。バフっといこう。前回の手元動画どうでした？本当にね、あの、普通持ちなんでね、あんな手元動画見たところで何の勉強にもならへんかなと思ったんですけど、やっぱりね、一応見たいって言われているので、やっぱそれなりにね、ちゃんと撮影して出そうかなと思って出してみたんですけど、どうでしたでしょうか、手元動画。ところどころね、やっぱりコントローラーの右半分がやっぱ影になっちゃってなんか見にくかったんですけど、またね、ライトの環境とか整ったらちゃんと撮りたいですね。もしくはちゃんとねトリックの練習とかしてね、 BO2 みたいな感じで。まだいますね。うわー、あーないよレール。やりますね。いますよ。カットしていく。ちょっと待って、くしゃみ出そう、やばい。普通に話しんどい、ムズムズしますね。そこの上いそうですね。入れれる、危な、打ち勝っていく。これぞベスパーの効果力。いいですね。ベスパーのね、この独特のブレがちょっと苦手なんですけど、なんとか扱えてる。ベスパーね、本当にサーマシンガンでもとても人気があって、クーだとね、ベスパーが2トップで上がってくるんじゃないかなって感じですね。サーマシンガンの中では。アサルトライフルの中では、なんだろうな。まあ、とりあえず M8 と A7 がダントツで上がってくると思うんですけど、待てよ。カットして、猛虎 MK8 だな、これ。敵さんの猛虎 MK8 をしっかりと破壊していこう。熱々。
でね、そのアサルトライフルは M8A7 と、なんだろうな、KN かな、そこら辺がねトップ2ぐらいに上がってくると思うんですけども、アサルトあんま使わないか分かんないですね。まあシェーバーとかもねとても強い、まあ単発なんですけど当てればね2発で倒せるっていうね本当に強力な武器なんでね、そこら辺も人気があるかなってところなんですけども、単発のねアサルトライフルとかは個人的にちょっと苦手なんですよね。やばいやばいやばい、弾なくなっちゃった。大丈夫か。ナイス、ありがとうハンドガンでね指切るとかは全然できるんですけど、アサルトブースト回復してなかった、やらかしましたね。アサルトね単発難しくないですか。なんかハンドガンの単発と違いますよね、感覚が。まあ、普通にその移動速度も全然違うんで、普通に全てが違うんですけども、やっぱなんか違いますね。はい、ということでアナイアレーターそろそろ使っていきたいですよね。アナイアレーターを、おっと言いますよ、カットして奥にいましたね。あの人を倒していきたいが、倒してアナイアレーター起動、さあ突っ込んでいく、パチン、いいぞ、そのまま決めていく、パチン、いいぞ、元気もりもりやな俺、パチン、いいぞ、その調子いいね。連続キル華麗だよ、なかなかいいんじゃないですか。さあそこら辺敵いませんか、いませんか、いる、パチン、いいね、決めていくね。来るか、ラスト一発来ないか。さあ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 、そんで UAV を出してエルストライク出していきましょう。あ、後ろ取られて BG でそこいる、大丈夫か。あ、今いたね、入ってきました、リロードかもしれん、おい、いいね、31キル3です、レシオ 10.33、 いいスコアっすね。さあラストファイナルキルカメラは左下にご注目、いいセンスだ、ありがとうございます。 KN44 ファストマグクイックストック、いい MS ね。はい、ということでね、早く寝て体調直します。最後ご注目、まともな兵士と戦えると聞いていたんだが、かっこよくないっすか、喋り言葉もモーションも服装も髪型もいいっすね、なんか K-POP みたいな感じでこのアクションもなかなかいいでしょ、ふやれやれみたいな感じでねありがとうございます。ということでね、プレステージ8周目に到達したという報告動画でございました。頑張ってねプレマス目指して頑張りますということで失礼します。